今回は新たに登場した回復アイテムスラップスプラッシュをご紹介。お察しの通り、こいつはチャグスプとスラップジュースの2つの効果が組み合わさった回復アイテム。液体を持ちまくって範囲内のプレイヤーを回復し、さらにスタミナ無限の効果を一定時間付与するっていう想像通りの性能で、覚えておいてほしいのが、こいつは入手しやすいアオレア、そして入手が限られる貴重なエキゾチック、この2つのレアリティが存在するってこと。効果もそれぞれ違って、アオレアは回復は15、スタミナ無限は30秒なんだけど、エキゾチックは回復は30、スタミナ無限は60秒と倍の効果がある。ちなみにどっちもワンスタックで6個まで持てるからね。タイヤ王的に回復アイテムとしての評価は、エキゾはそもそも入手しにくいから6個集めきれないし、効果もアオレアは結局ソロドとスラップジュースと同じでしょとは思いつつも、やっぱりチャグスプがない今、このスプラッシュ系の即時回復はガチで貴重。ジュースだと2秒かかるのに、スラスプは 0.5 秒未満だからね。やっぱでかいわ。ってことで、この夏はぜひオレンジジュースを全身で楽しんでくれ。タイチョンです。アービオです。動画面白かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。10万登録までフライアル。